大分県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しく見ていきましょう。大分県中津市に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害警戒情報は、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に発表される情報で、危険な場所からの避難が必要な警戒レベル4に相当する情報です。現在の雨の降り方を確認していきましょう。九州地方はあちこちで雨雲が発生発達しており、真っ赤なエコーは特に雨雲が発達しているところです。中津市周辺も活発な雨雲が見られ、この下では雨が激しく降っております。この後も活発な雨雲の流れ込みやすい状況が続いていきそうです。今後の予想も見ていきましょう。アプリウェザーニュースでは今後の雨雲の動きをご覧いただけます。一番下のレーダーと書かれた傘のマークをタップしていきますと、現在の雨雲の位置から今後の予想まで確認することができます。中津市にピンを立てておりますが、活発な雨雲がうろうろしていますね。このあと時間を進めていってもしばらく雨の降りやすい状況が続いていきそうです。だんだんとこの雨雲はかかりにくくなっていく予想です。できるだけこの後外出を予定されている方は雨が弱まるまで移動をお控えください。最新のお天気情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。